ここに入り浸ってて。そう。結構入り浸ってるんですよ、私ここに。ここでね、発声練習とかするのすごい好きで、なんか閉鎖された空間って感じだから、すごく集中できる。夏休みじゃなかったのか、いや夏休みですよ、めっちゃむちゃ夏休みだけど、夏休みだからといって何もやらないのは嫌だし、なんていうのかな、個人的に、まあ夏休みだけどやること別になかったいやなんかね、本当はちょっと行きたいところがあったんですけど、ちょっとマジリスケになっちゃったので、とりあえず、あと聞いて、遊ぼうっていろんなメンバーにね声かけたの、したらみんなね、9月なら空いてるよみんな8月忙しいのっていう、悲しいね、ね8月みんな忙しかった、悲しい、私は8月に遊びたかったのにみんな9月しか空いてないって言われたの悲しくない？マジで本当に、声かけたのは、まあ、まなみちゃんとさほさんと、あとクロスハーちゃんにも声かけたんです。みんな9月しか空いてない、ジーン振られちゃいました、私。だから私は夏、なんか8月中にやれることやろうと思って、そうなの、やれることやろうと思って、急にほっぺたゴリゴリするのやめてってすんごい顔がむくんでるんですよ今日。やっぱ昨日パンケーキをね食べたからね、僕の顔はむくんでるんだい。福岡さん、お誘いがうまくない説。いやそれは本当にそうです、私誘いうのねめちゃめちゃ下手くそです。大ちゃんやっほー、やっほーです。むくんでるときは顔マッサージするとちょっと良くなります。てけやほー。さあ、珍しい時間にやってるっていうのは、まあレッスン上でやりたいから珍しい時間にやってますね。あ、ふくらじゲスト発表されましたね、さっき見た。ミッサーが来てくれます。もうね、ミッサー3度目の正直ぐらいよ、私の中で。何回も声かけてるの、ミッサーに何回も声かけたの、どうですかって、ミッサーどうですかって。やっぱさ、舞台やってたからさ、ずっとミッサー、そう予定が合わなくて、ミッサーのようやく出てくれます、ボロボロボロ。ミッサー、ちょっとこれは参考程度に聞くけど、ミッサーが主人公だとしたら、どんな話を皆さんは想像しますか？こんな話が見たいなとか。こんばんは。名探偵、おワンピース、あそうだ、ワンピースの番組でしたね。どんな話を想像しますか？佐賀で民宿を営む話、めっちゃ面白いじゃんそれ。ミッサーギター弾くのでギターの話とか、バルーンフェスタの話めっちゃおもろい。歌手、九州ネタ、こんばんは。じゃじゃほー。能天気自由人だけどアドバイスは的確な人。佐賀がばい。顔ちょっとシュッとした？顔ちょっとシュッとした？ほ
ほっぺ柔らかそう。今めっちゃ柔らかいの。なぜならあんまり夏休みだから乳脂肪分を気にせずに食べてたから。ゆきりんさんのアイスに落書きをした人かわいいよね、ほんと陽キャって感じする。ミッサー見た目の割に、見た目は結構陰キャっぽいというか、なんか同属性かなみたいな、そうなんか涼やかな顔をしているから同属性かなって思うんですけど、全然違います。元気です。でもなんかものすごく元気っていうわけではないけど、そのひなこみたいにめちゃめちゃうるさいっていうのあれだけど、ひなこまあうるさいひなこみたいにめちゃめちゃすんごい元気で、花すごいものすごく元気でうるさくするわけじゃないけど、でも結構おしゃべり好きなイメージがある。それこそなんかラジオとかに向いてそうな感じがするけど、どうなんですかね。あ、ちょっと顔シュッとしたやったやる前にやってよっていうね画面を見てから気づくっていう、はい すごいシュッとしたって言われた。そんなにシュッとした、マジ。効果が早い。エステ配信時はもともとシュッとしてます。ありがとう、優しいねありがとう、優しいね。今日の私のお供は水とコーヒーです。贅沢コールドブリュー、なんか見つけて買ってみました。コールドブリューコーヒー飲みたかったんだけど、わりかし薄めかな、水出し系の中でも。そんな気がする、わからんけど、わからないけど。コーヒー飲んだからテンションが高いということで、今日の福岡さんテンション上げこっちよりも普通のクラフトボスの方が好きな気がする。え、違うよね。水色じゃなくて普通のクラフトボスの方が好きな気がするぞ。ぞ？分からんけど、同じだったらごめんなさい、錯覚ということで。個人的にはクラフトボスの黒のやつが好きということで、よろしくお願いしますテンションおかしいね本当にさあ、というわけで今日の私は僕の太陽公演を練習しようです。さあ、というわけで、なぜ僕体という日を選んだかっていうと、カラオケがあるんですよ。カラオでもさ、マイクのさ、マイク結構拾うっけ。このマイクって結構拾ってくれるよね。私ちょっとあっちまで離れちゃうんだけどさ、え、夕日からにする、木体からにする。ちょっとこのぐらい離れてやろうかなと思うんですけど、どうですか元気元気。福岡さんコーヒーパワー、これ聞こえてる、聞こえる。まあ歌聞こえなくてもいいか、踊ってるよってことで。でも夕日ってやっぱさ、最後のさ曲な気がするからさ、間違えた、僕体じゃない？さっきおしゃれなスカート、ありがとう。でも聞いて、このスカートめっちゃでかくてね、でも今日めんどくさくてつままずに来たんですよ。見て、クリップで止めてるの今。立つだろうかなっていうやばない、でかクリップそこで見つけたの。全曲違う、あのね、話を聞いてください。あの僕体公演に関しては、カラオケがね何も入ってないので、僕体と僕の太陽という日はあれがあるじゃないですか、シングルじゃないですか、だからあるの。
ってことで2曲しかございません。全部はやりません。2曲しかやらないよ今日は。これで外は歩いてません。あ、ビンゴもある。ビンゴ、起こしてないわ、忘れたわ。キャン、2曲は寂しいな。だって予習だからさ。まだ予習だよ。まだ予習だもん。だって私まだ出ないもん。忘れるで。書いたやん、僕の太陽と夕日をやります。書いたやん。はい、というわけで僕の太陽やります。じゃーん。私に音が聞こえない事件だこれ。あ、やばい、結局音聞こえないんだ。あー、やべ、ちょっと一瞬停止。これ耳ないと聞こえないパターンだわ。そりゃそうやん。そうか、耳ないと聞こえないのか。下アングルになっちゃうな。あ、有線じゃないとやっぱできないのか。やだ、悲しい。あ、でもいけそう、いけそう、いけそう。下アングルになって、ちょっとブサイクだけど許して。ちょっとブサイクだけど許して、ちょっとブサイクだけど許して。これでいいか。せいちゃんは別音源で同時にやるとか。あー、それもいいね。それでもいいか。でも変にさ、私さ、イヤホンさつなげちゃいそうだからさ、ちょっと一回やってみようぜ、やってみようぜ。とにかくやってみる。まあ、初めましてだからね。下を向いて落ち込んでたね、なめさ、心のそのそな晴れ渡るまで上を向くんだ。太陽は何度も夢を見る、眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。覚えよう。あ、なんか
僕は味方さ。ここめっちゃ可愛いの。こうやって二人に前やってるの。太陽なんだろう夢。時には雨だって降るだろう。泣かないで僕の太陽。太陽は何度も夢を見る。雨雲にもし覆われたって難しいなこれマジ。せいちゃんやっほー。もうちょい下げた方が映りそうな気がするけど、これあれだね、説明歌ってない時説明とかなんか言うわね。歌ってない時説明とか入れた方が楽しいね。楽しそうで可愛い、楽しい曲です。しかもさ、僕隊さ、こうやってやるからさ、もうガンガンさ、ぶん回しそうになるっていう。危ない。パチ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 。ありがとうございます。さ、そんな、ありがとうございます。ね。ありがとうございます。誰か来ないかな？来ないですね。来ないですね、誰も。よいしょ。君だけが僕の太陽って言われました。おめでとうございます。パチ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 。ワイヤレスが必要だね。いや、ワイヤレスだとね、できないんですよ。あの、対応してなかったはず、こいつが。ショールームさんがね、対応してないんですよ。悲しみの。そう、横山さんがドラム練習してたところです。そう、とりあえずね、あの A 公演がなくて、僕隊も今出てる12日までではなくて、そう、ここにカラオケあるけど、カラオケ音源を使ってはいけないんですよ、残念なことに。カラオケがここのカラオケじゃないと無理なんですよ。イヤホン外しちゃうと私に音源が聞こえなくて何もできないっていうね、事件なんですよ。ワイヤレスでやってた気がする。マジ？ワイヤレスできる系？本当？ワイヤレスでカラオケできる？ちょっとそれなんかそれできたらめっちゃいいんだけど。ちょっと待って、僕のワイヤレスイヤホン積んでる。そう、だからとりあえずこの形でワイヤレスだと音ずれします。マジ？え、音ずれするのか。それはちょっとダメか、時差か。できたりできなかったりだよ。ちょっとやってみよう一回。さあ、つながってます？いけてる？これでいけんのかな。ちょっともう一回さ、僕体かけてみよう。皆さんとずれる？
声がさっきよりこもってるかも。あ、来た。あ、でもずれてる、やっぱ気持ち悪い。楽しそう。
超絶楽しそうな福岡でした。イエーイ。音外れました。ちゃんと Bluetooth 取れた。お疲れ様です。ありがとうございます。さっきよりもダイナミックに動いて歌割りめっちゃ間違えた。しかし全然覚えてなかった。あかん。とってもかわいい。やった、ありがとう。めっちゃ訪れてたけど予習だからね。そうです、これから覚えるんや。思い出すんだ、ちゃんと歌詞を。スイちゃんやっほ、よかったぜ、ありがとうございます。その服踊りやすい？踊りにくくはないです。もっと踊りにくい服あるから踊りにくくはないです。そう、離れると歌詞が見えないんですよ。ここの歌詞だからね。寄りバージョンと引きバージョン。公演が待ちきれないや。夕日もちょっと歌バージョンと夕日、そう、夕日しか、あと夕日しかないからね。したらさ、ちょっとさ、 A 公演の曲ちょっとやるわ。次一回きりじゃなくて今後も僕隊出たいなとは思ってます。出たいなって思ってるけど、果たして、でもなんか舞台が入るとかはないから、多分出ようと思えば今後も出られると思う。とりあえず本当に1月に関してはもうすぐ舞台になっちゃったので、舞台ってなったらマジで忘れるし、次 A 公演ってなって、A 公演ってなって舞台ってなってA 公演いっぱい舞台ってなって、もくたえれる余裕がなかったっていう。そうなんですよね。でもなんか出られる時は出たいなとは思ってます。今回ちゃんと思い出して、なんかこういう公演ものに関しては決まり事とかもあるし、基本の振りっていうのがあるけど、右左とかをちゃんと覚えないといけないから、そう、意外にハードル高いんですよね。でも今回の私はハードルを低くして頑張る所存です。イエイ。夏休みの課題なんで、これ僕の夏休みの課題なんで。なるほど、なるほど。こんにちは、やっほー。さあ、というわけで夕日、おい、さあ、ちゃんと歌うバージョンです。最初はもはや座ってやる。全然セリフ言えないんだよね、ここ。私、聞いてください。夕日を見ているか。あー、でも違うな。歌を、ちゃんと歌え、全部歌います。今日がどんな一日だったかなんて、帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。
空を見ているか。時が過ぎるその背中を美しいだろう Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。あんまりねネタもないので2回やりますというパターンに切り替えてました。なのでもう1回やったらもう1回はダンスバージョンでやります。そんなに夕日踊らんけど。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか。今を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かを、いつか必ず手に入れられること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね。ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。沈む空を見ているか。時が過ぎるその背中は美しいだろう Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。さあ、というわけで私の歌詞予習が終わりました。歌詞予習何回って歌詞予習でしたね。えなちゃんの歌詞予習タイムでしたとか言って歌詞歌えなかったりしてね。間髪入れず2回目行くってなかなかじゃない。私こもっちゃうのさ。ちょっと設定変えてみたけど逆にめっちゃこもった。どっち派でした？どっち派ですか？さっきの音と変わってない？めっちゃこもった？さっきの方が良いですか？さっきよりいい気がする。こもってる？さっきの方がいい？さっきの方がいい？じゃあ戻します。今これ違うバージョン。今外部音取り込みバージョン。さっきのは外部音取り込まないバージョン。いや、ポッチプロさん、さあみんなはどっち派？ガサガサしていきたいか、ガサガサしたくないか。そう、設定するとね固まるんです。それはもう分かっている話なんですよ。画質が落ちた。悲しいね。
まあ、いっか、とりあえずこれでいきまーす。夕日、第2弾。さすがにもうめんどくさいからこれだけにします。ね。なんか音遠くない？私の音。夕日を見ているか。間違えた。意外に6分で踊っている。じゃ後ろでコールやってます。ノリノリです。2杯目。めっちゃノリノリやんっていう。前に出てくる。
爆ずれ。爆ずれ。当日ずれてましたね。さあというわけで意外にロックな夕日でしたね。爆ずれや。なんかさすごいリバーブのかかってるっていうのかな、リバーブかかってる音だからさ、めちゃめちゃさなんていうの、私にも耳の帰りがすごくてさ、すっごいずれとるやんみたいな音聞こえて笑っちゃったね。さいちゃん、ヤッホーです。ちなみに今何時ですか。楽しそうで何あり。じゃあちょっともう木体公演踊れる曲なくなっちゃったのでチームメイ公演やります。7時15分45分ぐらいまでやろうかなと思ってるので、あと30分ぐらい。何 A 公演何やるの、何が好きですか。 A 公演だったら今すぐ踊れると思う。お手上げならばできないよ。ハートのビクトル、あ違う、テロップ変えようと思ったのに。摩天楼はやってませんね。悲しきかな。M、いや A 公演って今の重力シンパシー公演の話ですね。重力シンパシー公演、今の A 公演じゃないできないんですよ。嘘やん、そんなすぐ踊れんて。全部はいけないですね、時間的と体力的に。あとない曲もありそうじゃない。そりゃそうだ、ちょっと調べてみよう。あ、あるある、ちょっと女神やろう。じゃとりあえず1曲目だから女神、女神よいしょ、上げてやった方が良かったのかな、どっちがいいんだろう。いや上げない方がいいか。横になってくれるのがちょっとスカートなんでね、 NG ですね。めっちゃ音すごくない？止まりたいよ。
にいるはずだよ。間違えたのちょっとしんどいな。劇場より激しく見える。多分スカートが長いからです。あと前髪じゃない、髪の毛がバッサバサだから。さあ、というわけで女神はどこで微笑むでした。冒頭間違えたよね。後ろ振り返ってチャラララチャラチャララだ。キモクセ私やってないっすね。クリップシンパシー、あと2曲ぐらいやろうかな。雷鳴かっこいい系ばかり。 DMM でこんな定点が見たいです。アリス、可愛い系でアリスやっとく。カップリングウィズは私やってないですね。アリス、アリスもね、意外に難しいんですよ、あの人。アリス入ってるかな。あ、なさそう。あった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 。よいしょ。音めっちゃ重いよね。
めっちゃここの振り好きなの。かわいいよね、ここ。かわいいね。というわけで、そんな振り付けでした。あっちね。いい曲だね。アリス。アリスはそんなに超踊るってわけじゃないけど、実はまどろっこしいみたいな感じです。エアコン効いてます。鼻はめっちゃ冷たい。あと2曲何しようかな。今何時ですか？もう半ぐらい。まだ？ね、半ぐらいだね。考えている。雷鳴、うん、私も雷鳴好きだから雷鳴やろうかな。激しめ雷鳴。福岡さん本当に激しめなの好きよね。というわけで、ズレズレの雷鳴は果たして踊れるのか否か。この公演バージョンにここは作ったんですよね。あの日は空が光ってた時を見たら
わけでした。びっくり、イヤホン飛んでいっちゃうわ。ロックでしたね。パチ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 。人気なのわかるわ。いい曲ですよね。めっちゃ好きなの。本当に好きなの。イヤホンさん達者で。ロック。改めて振り見るといいね。いいよね。素晴らしかった。すごい好きなの伝わる。この公園で日の目を浴びたであろう。この曲をやって終わろうかな。ちゃんと踊れるかな、この曲。いきますか。はい、素敵な三角関係。私はここで一度お話します。
しいね、結局。結構消費カロリーが半端ない曲でした。楽しい配信でした。パチパチパチ、今何分ですか？決まった、最高だったぜ、ありがとうございます。じゃあヤッホー、39分、貴重な曲をありがとう、ありがとうございました。お疲れ様でした。顔が赤くなった。いや疲れた疲れたわ。楽しかった、よかった。じゃあここで最後の一曲、まさかの旅立ちの時をやって終わろうかなと思います。まさかすぎるでしょあなた。これはそんなに踊らないの、手振りだけなのでイヤホンでやります。まさかすぎる事件じゃないこれ。おお大爆笑。僕たちは今旅立ちの時、じっと友と見つめ合う、語り明かした最後の夜に再会の場所を誓った。旅立ちの時、じっと友と見つめ合う、語り明かした最後の夜に再会の場所を誓った。
気になるエンディングソングでしたね。はい、というわけでありがとうございました。私の飛んだ楽しみ方にお付き合いいただきありがとうございました。楽しかった。それにしてもこの曲めっちゃ高いね。エンディングにぴったり楽しかったですか？楽しかった。ありがとうございました。私もなんかちょっと最近というか舞台やってる時めちゃめちゃさ毎日動いてたから急に動かなくなっちゃって、食欲だけあるのに全然動いてないっていうのやってて、めっちゃ今机に手ぶつけためっちゃ今ぶつけたんだけどびっくり。楽しかった。よかった。ちょっと今日こんな微妙な時間にやっちゃって、もしかしたらね見れなかった方もいると思うし、無理やり都合つけて見てくださってる方もいると思うんですけど、ありがとうございました。楽しかった。いやいやいいつか G7 のオープニングのダンスやってほしい。今じゃやろうそんな何もやってないっすよ私。チャーチャー、ワンツースリーフォーファイシックス、めっちゃ近づきすぎて何も言えない。ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイ、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイ、ワンツースリーはいツーツースリーはいだけですっていう踊りをしてました。そんな何もやってない。お姉さんたちがやってたやつ、お姉さんたちやってたやつはできませんよ。こうやつでしょ。できませんよあれは。ちょうど家に着いた意外にシンプル、めっちゃシンプルでしたよ。めっちゃ楽なやつでしたよ。配信お疲れ様です。そうだ、 G7 の DVD 予約受付は明日8月31日前です。何時までか全然知らないや。明日8月31日までです。ちょっと気になってるなって方はお忘れなきようよろしくお願いします。予約したよ。そう、なんか結構配信終わってから予約したよ、配信終わって舞台終わって配信した後とか、ノート書いてからとか、予約してくださった方たくさんいて嬉しいな、ということでありがとうございます。ちょっと気になる、でもだんだん気になるこの曲最近ちょっと多用しすぎね。 DVD 楽しみにしてます。よろしくお願いします。せいちゃんが楽しそうで嬉しい。23時59分までですか。懐かしい。ちょっと本当にさ家にさいたからさ全然さ人と話してなくてさ人と話してなくてちょっとなんか変なテンション出てきちゃうんだよね。かおりちゃんで再生されるやつ、ちょっと気になる。ちょっとこれは違ったさあそんなわけで、お話し会の再販が受付中です。イエイ、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。10月のねまだね受付中なので、はい、よろしくお願いします。そしてふくらじが6日でしたっけ、なんかその辺だよね、ごめん違ったら、ミッサーが来てくれます。は
い、というわけでそんな感じですね。福岡さん僕隊出ると多分思うので、この日どうですかって言われた日お願いしますって言って出ると思うのではい、よろしくお願いします。まだ出てないけど12日までにはよろしくお願いします。というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。楽しかったです。楽しみ楽しみ、イベントたくさんですね。ね、イベントたくさんですね。ワークワーク。ちょっと私はね、陸あわり派と、そう、武道館陸あわり派と、あともう一つなんかまだ公開されないらしき案件があるのでそう、それの練習を頑張りたいと思います。ほう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 、楽しみですね。お口ミッフィー、お口ミッフィー。忙しい、意外になんかものすごく暇になるかなと思ったらそうでもなく、でも8月はね、はい、暇してたので人と遊びたかったんですけど、めちゃめちゃ断られちゃったので9月は頑張ります。小声楽しみにしてます。よろしくお願いします。ささやき小声。さあそんなわけでランキング読んで終わります。1位セイ、3位クーヤンさん、3位たかしさん、4位ツバメガエシさん、5位ヒデアット熟成さん、6位鳥さん、7位ユキタンさん、8位リバーサルマーアットヒロスケさん、9位北斗さん、10位青森のアキラさん、11位ヨッスさん、12位ヒロアットメガネマルさん、13位クイントさんということでした。ありがとうございました。福岡さんぼっちなんだねってあ、でも明日はメンバーに結構会えるので楽しみです。以上です。ありがとうございました。バイバイ。楽しかったね。次は9月かしらね。よかった、よかったです。ありがとう。こういうのもありですね。またね、バイバーイ。